明都の昔、山口県民話。昔昔の大昔、何でも人間ははじめ夫婦が背中合わせにくっついて生まれてきたそうな。お前はええ女房だと思うが、一体どんな顔をしてるんだ。私もあんたの顔を見てみたいわ。人間たちは常々そんなふうに思っていた。ある時のこと、大勢の人間たちが集まって神様にお願いをすることにした。神様、わしたちは背中と背中とがくっついちょるんで、夫婦でありながら我が女房我が夫の顔を見ることもできん。これではなんぼなんでも情けのうございます。どうか背中を割っていただきとうございます。前のわしと後ろの妻とが顔を見られるようにしてください。お頼み申します。わしも女房の顔が一度は見てみたいんじゃ。神様お願いします。神様、亭主の顔を見られるようにしてください。神様はちょっとの間考えて、それももっともじゃ。それではそれぞれの背中を割ってやろう。神様はそう言ったかと思うと、御手を手刀切るようにバスと縦に下ろされた。そしたらその途端みんなの背中軽うなった。おお、背中が割れて軽うなった。これで女房の顔が見られるんじゃな。なんだか嬉しいような、怖いような。お前の顔をよう見せてくれ。なんだか恥ずかしいわ。これがわしの女房か。これが私の亭主だったの。割ってもろうたのは嬉しいけど、顔を見ん方がよかったかもしれん。片割れの顔をしげしげ見つめ合うのがいたり、もじもじし合うのがいたり、はじめましてとか、やあとか、おおとか言うてみたり、中にはずうずうしいのがいて、ほうというのやら、とほほというのやらがあって、とにかくめでたいめでたいと大騒ぎ。あっちこっちで抱きおうたり肩たたきおうたり、飛んだり跳ねたりしているうちに混じりおうて、どれが己の片割れやら何が何だかわからんようになってしまったと。景色のいいのや心映えしそうなのには、俺が夫だ、私が妻よと言うて幾人も名乗り出てくるのに、ダボハゼやオコゼみたいなのには誰も来なかったりしたと。それで人間たちは困ってしまい、また神様に、背中割ってもろうてありがたかったんですが、片割れがどれがどれやら見分けがつかんようになり申した。これでは連れ合いと会うことができません。何とかしてくださりませ。それじゃあ愛するっちゅう力を与えてやるから、それを頼りに尋ね回って片割れを探し見つけよ。人間たちは愛するっちゅう力がどんなものやらわからなくて、とりあえず一緒に暮らすものも出てきた。暮らしていくうちにしっくりいくものといかないものがあったと。しっくりいくものは片割れ同士で、しっくりいかないものは片割れでなかったと。私、神様が授けてくださった愛するっていう力が
感じられないの。と言うて別れて、また片割れを探したと。今でも離婚はあるけど、あんまり深刻にならんでいい。なんせ大昔にこんな調子だったんだから。人は誰でも愛するっちゅう力を授かっていて、いつか必ずその力を感じる片割れに出会えるそうな。これきりべったり平野ふ